皆さんどうもどうもよろしくわらしドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。こっちで、どこにいた？ゴーレム先生、あれできる？あ、できんわ。ジンの星屑ねえわ。あかん、おらん。向こう側か。それっぽいな。うえい、出てくるんかい。ちょっとびっくりしたよ。まあ、ここら辺はいけるでしょ、普通に。どうした？よーし、ナイス。よっしゃ、終わった。でも、ああ、まだ一匹残っとったな。一匹残っとったわ。ミオミモーザ、ちょっと変えときか。微妙やしな。よし、さらに修行に励む。パーティー編成、ちょっと変えとこう。なんかいまいちやわ、こいつ。前よ、使ってたやつね、入れときましょう。ダリアシールズ入れときましょう。行こう行こう。こっちか？いた！あ、あそこになんか、ひざまついてるわ、カリンが。その前に犠牲島を来てもらうけどな。俺の力見せてやるぜ。よっしゃ、ナイス、素晴らしい。一発死んだ。ちょっと待て、ちょっと待てよ。弱すぎやしないかね。なあ、まあ、一旦ここでちょっとセーブ書きたかったけど、あーやってもだ。まあいいか、前にセーブ書いたし。カリン様、また相変わらず無茶をされますな。ライガー、遅いわよ。よ、カリン、元気そうだな。オツモ、どうして来たのよ、私あなたに手伝うって約束させたのはカリンだろ。そういえばそうね。何よ、意外と律儀じゃない。どうした、オカ。待ちわびたぞ。ようやく来たか、ライガー。私がもう少し忍耐強くなければこの女の首と胴が離れていたところだぞ。オカ、なぜこのような真似を。その貴様の人を見下した偽善面、それを叩き潰すためさ、こんな風にな。うん、戦闘入るんやろ、分かってる。違う。ん、なんや、ゴーレム、ゴーレム戦か。復兵か、卑劣な。誰が一騎打ちだと言った。もはや道を見失ったか。勝てばいいのだ、お前に勝てばそれで良いのだよ、ライガー。オーカー様やな。そう言いたくなるっていう。まあこいつ終わったら今回はちょっと終わりにしますかね、そこでね。参った。よっしゃ、よっしゃい、よっしゃ、行くよ、よっしゃい、えい、痛い。ちょっともうよ、なんでなんでやろ、ほんま前に出るな、勇気頼むから前に出ないで、やれるのがオチやからな。マジ頼むわって。おお、倒れた一匹、ようやく一匹か。何？あ、クロスフレーム？は？うわ、はー。
け入れてよかった。ライガー、今度こそ貴様の息の根を止めてやるぞ。なんだその罪、罪を有効化させてやるぞ。ちょっと待って、一旦これキュアパウダー使っていこう。これや、治療する、スタンピードフリア、火の力、よっしゃ、消し炭になっちまう、よっしゃ、一匹終わった。湧き上がり PRM プラス100、はぁ、ちょっと待って、一旦ちょっとエーテルリキッドちゃうわ、これでよっしゃ、どうだ、燃え尽きろ、燃え尽きろ、382、一度ここに感謝いたします。早送りクロスフレーム、倒し、起き上がったと思ったら倒されるっていうね。二人でやっていた方が早そうやな、はっきり言ってさ。オッケー、で、で、これで、これで、怖いな。あ、これちょっと待って、サモフェニックスやっとこう。回復だ。炎よ。よっしゃ、行け。サモフェニックス。火の舞、火の鳥、攻撃。どうだ、382。豪華よ。クロスフレーム。ちょっとやばい。やばいよ。あかん、これはどうしよう。これはこいつを完全に回復させよう。その方が早いわ。あいつしか狙ってないから。ほとんど。どうだ。おい、ちょっと待って、マジか、またクロスフレームかよ。おっしゃ、また最後はアツマか。よっしゃ、おっしゃ、やっぱり終わった。アツマ最強、アツマ最強やけど。おっしゃ、おのれい、なぜだ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 、はてさて何回言ったでしょうか。なぜだ、なぜお前はいつも私の邪魔をする。王か、私はカリン様に害を及ぼす者は決して許さん。それだけだ。また私を殺さないつもりか。またこの私を侮辱するつもりか。京都シティの時もそうだ。軍旗に背き、戦闘要員ではない里の者たちを殺戮したこの私をなぜ殺さない。それは私など殺す価値もないか。優越感だよライガ、お前のその余裕が気に食わんのだ。貴様に私の存在を焼き付ける、その時までは死なんぞ。次こそは必ずお前を殺す。
うん。行っちゃったの。いや、行っちゃったの。あ、そうなの。弟、なんだっけ？弟に殺すとか言われる人、なかなかいないよ。ライガのおっさんもやるね。我ながらよくもここまで憎まれたものだ。憎まれたっていうより、俺にはまるで。ちょっと、あなたたち。何？何じゃないでしょ。何じゃないでしょ。これは失礼よ。すぐ参ります。たく、真っ先に私の心配をしなさいよ。カリン、置いてけぼりや。申し訳ございません。ですが、カリン様、ことの発端はといえば。何よ、遅れてきた上に小言なの？ライガのおっさんも、なかなか不幸よね。弟があれで、主人がこれじゃな。せっかく助けに来たのに、この扱いはちょっとひどいよな。何よ、あんたたちには別に助けてくれって頼んでないわよ。だいたいヤツマは、なんで来たのよ。なんでって、カリンの手伝うって約束したじゃん。助けに来るの、当たり前だろ。だって私、あなたにひどいこと言っちゃったのに。何ゴニョゴニョ言ってんだ、聞こえねえぞ。うるさいわね。うるさいわね。うわ、怖い。そんなに手伝いたいって言うんなら仕事をあげるわよ。その辺に魔導器があるはずだから、ちょっと取ってきなさい。ちょっと、私のアツマを何勝手に使ってんのよ。勇気、いいっていいって、取ってくるよ。カリン相手にいちいち怒っててもしょうがないじゃん。アツマ、あなた後で地獄の円錐蹴りの刑。うわ、いたぞ。地獄の？ちょっと待てよ。口答えするなら、前蹴り呼吸困難経由天国行きの刑も追加よ。いや、やめて。いいから、魔導器の場所を教えてくれよ。うるさいわね。自分で探しなさいよ。どこか近くに落ちてるわよ。あ、そうな、近くに落ちてんの。あ、東専用のハイフレアラッシュ手に入れた。へー、どこかに落ちてるって。ちょっと待って、一旦な、パーティー編成でさ、ダリアシールスと、あ、まだ、え、まだ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 パーティーに入ってなかったのね。って、あ、あったわ、こいつな。ビルゴーレムを動かすための鍵か。あの氷ババアが、トーヤが魔導器とか言ってたけど、あれってどういうことなんだろう。ま、いっか、さっさと持って戻ろう。右手で持ったら壊れるから、ちょっと気をつけてよ、アツマ。エンジェル魔導器を手に入れた。なんか魔導器ってちょっとあった。うわっ、大丈夫？アツマなんかも暴走せんこと願うわ。え、何一体？なんだ？熱い、右腕が。エンテル、我が主の前に和解をします。え？我が主の前に、あるじゃん、ぬし、わが、あるじゃん、ぬし。お久しゅうございます。エンテル、俺が、あるじ。え、おるじではない、我こそはエンテルのあるじ。我が導きに従い、エンテルを招き入れる。エンテル、招き入れる。なんだよ。
何これ、え、何これ、何この、急な展開は。今のは一体、ここはさっきの行動の近くの道だよな。ちょっとアツマ、どうしたっていうのよ。カリン、あれ、いつの間にみんなも。いつの間にって、さっきからずっと呼んでたじゃんか。え、ああ、今は平気。さっき魔導器を触ったら急に。魔導器を触ったらって、はあ、ちょっとこれひび入ってるじゃない。本当だ本当だ、魔導器なのよ、エッテの。ちょっとひび入っただけじゃん、ご飯粒くっつけりゃまだ使えるよ。お皿にひびが入ったんじゃないのよ、魔導器にひびが入ったのよ。けどさ、魔導器ってそんなに簡単に壊れるものなの？確か強固なエンチャントがされていて。アツマの右腕ですね。名高き賢者の塔の頂上から落としても壊れなかったという逸話が残っているはず。詳しいわね、ライガ。まあとにかくやっちゃったもんはしょうがな。うっ、ああ、また来た。この感覚は、え、なに、氷のゴーレム出てきました。クイーンオバイス出てきた。あらあら、珍しい狂信だと思って来てみれば。なるほど、こういうこと。クイーンオブアイス、その右腕で魔導器に触るだなんて、ずいぶん迂闊なことをしたものね。ねえ、そう思わない？トール。はい、クイーン。トウヤ、おい、てめえトウヤに何をした？ちょっと感情回路を抑制してみただけ。前のままだと少し刺激的すぎたかと。ね、トール。はい、クイーン。もうさ、なんか人形とかしてるやんか、トウヤ。てめえ、これ以上トウヤに何かしたら許さねえぞ。あらあら、やっぱりお気に召さないようなら前の状態に戻す。ほら、あつ、トウヤ、正気に戻ったのか。うん、今助けるからな。証拠にもない、まだ僕を助けるとか言ってる。いい加減気づいてほしいな。僕はもうクイーンのものなんだ、つまり君の敵さ。そんな、何言ってんだよ、どうや。言っただろ、僕はクイーンの考えに賛同している。僕のような魔導の力が優れた人間が支配する世界、その訪れを僕が実現することが僕が存在する理由。昔からそう言われてきた。ずっとね。そのためにまずシティなどという無意味なガラクタの塊はこの世界から一掃しなければならない。そうすれば下等な人間はゴミどもの大半はきれいに消え去るだろう。ねえアツマ、本当にこいつがあんたが助けたいって言ってたやつなの？トウヤ、トウヤは操られているだけなんだ。うん、本当に昔からアツマは物分かりが悪いよね。いいかい、僕はもう君たち下等な人間の敵なんだ。止めたければ僕を殺すことだ。ほら、どうしたの？早くしなよ、このグズ。と、や、やっぱり少し刺激が強すぎたかしら。はい、戻って。はい、クイーン。さーて、戻るの早っ。もう用事は済んだのだけれど、このまま帰るのはつまらないよね。この近くにあるのってロンドンシティだったかしら。トウヤの言う通り、ちょっと目障りね。目障りですって、
カリン様、落ち着いてください。相手はデビルゴーレムです。けど黙ってられないわ。あら、あなたも素質のある子。マジで？私にはもうトーヤがいるから興味はないけど。素質？いいわ、一つゲームをしましょう。はい。私がロンドンシティをすっかり凍りつかせる、うん、あなたたちがエンデンを復活させる、どちらが早いでしょう。さあ、どっちやろ。こういうゲーム。バカ言わないでよ。なんで私たちがエンデンを復活させなきゃならないのよ。悪い話じゃないでしょう。だって他に私にこうしうる術はないでしょう。何を企んでるの？じゃあ、一足先にロンドンシティで待っている。ほら、行きましょう。トーヤ。待て！トーヤ！よくわかんないけど、ヤバくない？クソ！うん、ヤバくない？どうすればいいんだ？このままじゃ。追うしかあるまい。で、その後はどうやってクイーン・オブ・アイスを倒すの？エンテイを復活させる？アツマ、やっぱそれしかないよな。けどちゃんと右腕を制御できるかは保証しないかな。分かってる。それでもお願い。じゃあ行こうか。カリンが合流した。あ、ようやく合流した。じゃあ今回これぐらいにしておきましょうかね。ではご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。